まあ、おそらく今年の慶応大学の一番難しい長文問題になりますね。で69、まあこれね、そう、クモンディスってるね。そう、よかった。Hello there、始まりました、マテチャンネルです。今回はですね、慶応の環境情報2020年英語の公表をしていきたいと思います。まずは出ましたね、ドライバーレスカー、好きですね、 SFC ね。前も総合政策か環境情報がどっちか出たことありますよね。あれ早稲田にも今年出ましたよね。そこは倫理的な話ですが、今回運転手さんと渡ってる人がこうコミュニケーションに、人と人とのコミュニケーションを取るのが、車誰も乗ってなかったら安全性がやばくなんじゃねえのってですね。その時にじゃあ G 出しゃいいんじゃねえのとか、 G 出すっつったってさ、どの人に字出してっか分かんなかったりするじゃんとかね、そういう問題について言ってますね。で当然だから31はドライバーなわけで、で次もアダプテーション、それを使うわけです。次がバーバーエクスチェンジですもんね。これはできなきゃダメかなって思った。他のにちょっと引っかかりそうなんだけど、まあ後ろにハンドジェスチャーズとかアイコンタクトって書いてあるから、人間ができることですから分かったかなって感じかな。34もアナウェアオブは、まあすぐにいけたんじゃないかなと思いますね。文脈で分かりますよね。まあね、ちょっとね、オブフームにして前に出してほしかったけどね。なんで後ろトゥーフームなのに、こっち後ろにオブガンだってちょっと思ったけど、はい。次インポーズは超簡単、オンが来てるから楽勝、インポーズインオンビア、これも授業でめっちゃ重要だと何度も何度も言ってるんですよね。36エンカウンターは簡単ですね。ユーティライゼマニューバーも SFC では基礎単語ですから余裕。次、あ、引っかかる人いるんじゃないかなと思った。カップル AVSP ですね。コンペア AVSP だと思わないことが大事ですよね。この2つの問題が、くっついちゃったらやばいことになるでしょうって言ってるわけですよ。次、インサーマンタボーも、これも知らなきゃいけません。むずって思うかもしれないけど、まあ SFC だったら普通レベルですね。39、これもだから授業で何度も、ね、重要だから問われることがあるからってね、if not ですよ。こいつは出てくるよね。少なくとも乗ってるわけですよ。ね、運転してなくてもね。次はまあ文脈ですぐわかりません。mimic human drivers でしょう。ね、assist challenge がなんでこんなところに。こんな選んだら全然読めてます、ね。そんなに難しくない文章ですから、できてほしいかな。スケーラビリティの問題点。そうね、まあそれは人が増えれば問題になっちゃうよね。そうね、誰に向かっての信号かわかんなくなっちゃうとかいろいろありますね。で、さらにはね、車が多くなれば大体ね、ドイツに目を向けなきゃいけないんで、だから人が多くなったり車が多くなったりしたら大変なんですよ。次、ノットのもの、まあこれ簡単ですね。4が出てないからすぐ分かる。で次が、メインアイデアですから、きちんと3番を選んでほしいね。 Refine とかね、知らなきゃダメですよ。最後は Dynamic and Emergent Nature っていう風に書いて、この Emergent とかね、これヒントになっちゃうでしょ。だから4が正解っていうのが分かりますね。だから2とかは書いてはあるじゃない、本文中に。でもきちんとここのね、 Dynamic and Emergent のところで分かるよね。そうだから本文読まなくてもちょっとここ分かっちゃうんじゃないのと思ったけどね。はい、なかなか面白い内容でしたね。続いて2個目、はいはい、あの声とか聞くときにこう合わせるってやつね、脳が合わせてるんだよ。でその後にディスレクシアの話になってね、読むっていうことはねすごく大変なことなんだよみたいな話でしたね。いや面白かった。 The conversation can take off、 これ簡単。次の effortless も簡単ですね。 rarely even aware っていうのが後ろに書いてあるから簡単です。次、unestimated はちょっと心配になった人もいるだろうけれども、まあ他が明らかにおかしいから、まあいけたんじゃない。で、次は track their brain activity もいけたと思いますが、まあ FMRI 使ってるからね、これ調べるものですから、私がアメリカでね、認知科学勉強してた時に、MRI と FMRI のね、違いがめちゃめちゃ問題に出てきてね、超先生重視してて、中間テスト、まあ中間テスト複数なんですけど、中間テストにも出てきたし、期末テストにも出てきました。次はまあ、イニシャルはわかるでしょう。最初だっていうのは、スタートっていうヒントがあったりするから簡単です。このね、その脳の反応のこのね、スパイクっていうのとかはね、あのね、知っておくといいんですよね。認知科学でそうやった。次、requiring がもう文脈ですぐにわかりますね。まあ、次は、stamp とはまあ、文脈、あまあ、消去法を使えばいけるかなって感じかな。handicap reading もうこれもまあ、わかるでしょう。次は building block ですね。まあ、セットフレーズですから。知らなくてもなんか聞いたことありそうじゃない。次ですね、 has to do with 関係するっていうのはこれは簡単ですね。なぜか知らんけど出るんですよこれね、関係するっていう表現、前にも出たことがあるし、はい。次は56番はそうですね、 adaptation っていうのはまず慣れることですから、この耳が音に合わせるっていうのと同じように体の体温ですね、お風呂に入ってその暑さに合わせるっていう。で本文には書いていないけれども、簡単に解ける問題です。
で、そうですね、ゼスダクシアの人っていうのは合わせることができない、その調節することができないから、ずっとコンスタントエフォートが必要であると。次はドーブテイオーが指すものっていうのは、まあ、次のね、この also struggle with とかっていうので、わかると思うよね。それができないんだって書いてあるから、ああ、だから他のことでもできない。ね、ワーキングメモリーの方にもダメだって書いてるから、ああ、それと同じようになるんだなっていうのがわかるから、align with ね。まあ、ただ、align 知らないといけないよね。59番、まあ、ちょっと間違える人もいるかなと思ったけど、要が正解ですね。忘れね、この reading center っていうのはないって言ってるから、reading を司る部分っていうのはないって言ってて、見つかってないとは書いてないんですよ。で、stapler っていうのは一体何を表すのか。この比喩的なものとか、言いたいことに何かを使うっていうのは結構問われるよね。で、ちゃんと文脈から、アダプティブだけれども、効率がいいわけでもない、そのものの例えだっていうふうに見抜かなきゃいけない。だから、例えとか比喩っていうのがですね、好きです、SFC。はい、そして最後の大問ですね。まだこれが、まあおそらく今年の慶応大学の一番難しい長文問題になりますね。まあ文章は、まあ、SFC の中だったらそこまでですが、内容一致問題がおそらくダントツで一番難しいんじゃないかなと思います。まあ、内容的には面白いんだけどね、指で数えることは数学的にすごいいいんだっていうやつですけど。61は、まあ文脈から despite、こういうふうに this is despite とかっていうふうに見たことないよって思うかもしれないけど、まあ文脈で明らかですね。次は beyond the time and age ですね。この well の方聞いてほしかったけどね、直前のね。そう、だから授業で well over とね、well beyond 両方やってたんだけどね、だから well の方が問われてたらよかったけど、ピヨンドの方が取れちゃったよ。はい、63 be dedicated to は簡単、これもね他の動画でも何度か説明してるよね。次 get better at も簡単ですね、文脈から分かるし、次こういうのをね、65みたいな問題はすんなり解けないとダメですかね。 SFC だったらもう明らかに逆説になってないですから、インパクトだって分かる。で、次の問題は but they clearly agree on なので、 agree してないものを選べばいいわけだから、だから debate why っていうので、ね、揉めちゃってるっていうので分かる。コンカーだったら一致しちゃうからね。で、次は conduct studies。これもうね、これも何度も板書したやつですよ。何回も何回も板書した。出るからです、conduct はですね。もう1学期から直前講習まで言ってますね、これね。で、次は if any ですね。はい、これもよく出てくるから、ちゃんとほら、板書しましたね。これ、few とか、little とかがあって、if any が来るんだっていう話をしましたね。if not が出てますからね。出やすいんですよ、こういうポイントね。if any, if ever, if not ですね。出るんです。69。まあこれね、そう、クモンディスってやつね。そう、面白かった。for example ですね。もう明らかにこれも指でカウントするのダメっていうよね。70番は文脈ですぐに hold ですね。停止は簡単。次は need for ですね。はい。これまあよく使われるから簡単。その1個さ、前の文のさ、well into の into を問えって思ったけどね。この時間の into 出せば。次、engagement with ですね。must やって。これはそう、エフェクトとかに引っかかりそうだよね。engagement ね。エンゲージっていうのはね、ここのイメージを持っておくといいんですよ。これもなんか授業で話したっけ、通訳の先生が言ってたやつですけど、このイメージを持っておくと結構いろんな意味でも応用が効く。次は文脈で簡単、grounded in ですね。いける。次、あ、precursor は知らない人も結構多いかもしれないですが、SFC だったら別に普通に出てくる。まあ、総計出ますから ね。前兆、pre が前ですからね。次は文法みたいなもんですから、than anyone はできなきゃいけない。10番、hardly ですね。必ずできなきゃいけないですね。これ文脈でわかる問題ですね。hardly、さっきも言ったような選択肢に。で、次、plow through ですね。まあ、ちょっと難しい表現かもしれませんが、出たことがありますね。まあ、出題されているので知っておいてもいいでしょう。次は productive は簡単。79は公文で解く問題ですから、絶対解けなきゃいけません。文は絶対入れられなきゃいけない。で、次は文脈、keep going も絶対にできなきゃいけないですね。はい、こういうふうに公文とか、文脈の問題は絶対できなきゃいけません。81番、これがどこなんだっつって探しちゃったりとかして、かなり崩壊した人がいるんじゃないかなと思いますね。81番の答えの根拠を探し続けてたらもう分かんなくなっちゃうっていうのが出たせいで、非常に難しかったんじゃないかなと思いますね。まあだから、unreachable っていうのは、アクセスブルの意味だって分かればね、簡単なんだけどね。次のね、そうそう、ピアノのやつもね、途中出てきて、単なる具体例だみたいにパパパパッと進んだ人は解けない。次は somatosensory ですね。何ですか、再生感覚でしたっけ、あの、皮膚感覚とか、なんだっけ、なんとか感覚だよね。この目とか聞いたりとかとは違うやつね。うん、1は、これは結構むずいんじゃない、やっぱり。次のフィンガーディスクリミネーション、4いけるかな。まあ、1と2は切れるけど、ちょっとやっぱ3で迷っちゃう人もいるかな。8条は簡単ですね、今度ね。クモンでは指使って数えるな、ノーノーノーダメですよってですね。ここの辺からは分かりやすいと思うんでね、前半の81から84が、どこに該当箇所があるんだろうって悩む人が多かったと思う。で、86はまあ、急段落にはっきりと書いてあるからね。そうそうそう。大難段落っていうのが少ないんだよね、今回のこの問題ね。どこに該当箇所あるかっていうのはね。
87はきちんとやってればまあ解けるけど、ノットでね探すのがめんどくさかったかもしれない。でここはそう、第7段落からこう先読んでって分かってねっていう問題で結構むずいかな。89きちんと文脈取ってくださいね。その後ろにこのねハイテクワークプレイスとかアートとかサイエンスとかテクノロジーとか書いてあるから、だから読んだっていう風に選べるんですよ。だからできる人にとっては簡単なんだけど、もうクラスだって言って、あ学校とかって言って飛びつかないことが重要です。タイトルは簡単ですね。前半部分がこの大問は難しかったんで、今回の慶応義塾大学の問題の中で最も難しい長文になったんじゃないかなと思います。はい、どうだったでしょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.